今日も始まります。マキテクです。3月になれば暖かいかなと思いきや寒い日が続きましたね。皆さん、この温度変化についていけているでしょうか。大丈夫ですか。今日まずはじめはですね、今月下旬3月27日金曜日から30日の月曜日まで紀北町を中心に行われる第8回春季全日本小学生女子ソフトボール大会のチーム紹介映像をご覧いただきたいと思います。今回は本州最北端から参戦の青森のチームと秋田岩手各チームを紹介したいと思います。どうぞ。6チームの紹介映像を見ていただきましたが、この第8回春季全日本小学生女子ソフトボール大会の模様はスタジオ UTV でも一部生中継させていただくこととなっておりますので、お出かけいただけない方もぜひスタジオ UTV のユーストリーム放送をお楽しみくださいね。またこのチーム紹介映像につきましては、スタジオ UTV のホームページの中に注目番組のバナーがありますので、ぜひね、そちらの方チェックしてみてください。はい、続きましては東紀州の四季のコーナーです。今回は昨年1月1日から12月25日まで募集しておりました、東紀州フォトコンテストの、入選作品を紹介していきたいと思いますが、前回は入賞作品18点をご覧いただきましたが、今回は佳作入選を
28点お届けしたいと思いますので、素晴らしい映像をゆっくりご覧くださいね。はい、素晴らしい作品の数々見ていただきましたが、どうでしたでしょうか。前回と今回と素晴らしい作品ばっかりでしたね。はい、一度ねゆっくり見ていただきたいなと思うんですが、こちらの映像はですね、スタジオ UTV ユーストリーム放送の中でも随時放送させていただきますし、スタジオ UTV のホームページより随時オンデマンドでご覧いただけるようにさせていただきますので、改めてゆっくりご鑑賞いただけたらなと思います。はい、続きましてトークのコーナーです。今回のゲストさんはですね、おいしい豚肉食べたきってくさんですもうそのままですがね、はい、楽しいお話が聞けると思いますので、ではどうぞ。はい、続きましてトークのコーナーです。今日のお客様面白いですよ。おいしい豚肉食べたきってくさん、ちょっと長いですけど、はい、おいしい豚肉食べたきってくさんのゲストさんです。どうぞ。どうもこんにちは、よろしくお願いします。どうぞ。
何度も言いますが、美味しい豚肉食べたきってくさんの西浦しめずさんですね。よろしくお願いします。今日はどうぞよろしくお願いします。もちろん豚に関係している方ですよね。そうです。はい、何をされている方なんでしょうか。南室郡美浜町片川で、はい、紀州岩清水豚という豚を飼育しています。はい、美味しいですよね。ありがとうございます。私ね、お会いするの楽しみにしていました。大好きです。紀州岩清水豚大好きです。ありがとうございます。本当に美味しい。はい、もういつも言うんですが、豚界の中では最高。豚界どんな界ですか。豚世界ですか。はい、豚世界の中では最高って言っていつも言っているんですけど、お会いできてちょっと嬉しかったんですけど、はい、もう結構長く豚は、はい、され豚のこう携わった仕事。そうですね、うちの社長が西浦虎を通称虎ちゃん。はい、ああ本当ですか。虎ちゃん。ちょっと待って、虎なのに豚、はい、取らないみたいな。止めるとこじゃなかったかな。もう完全捕食対象みたいな。取らなのに豚を始める。ええ、取らなのに豚始めちゃって、はい、それがもうかれこれ45年前。あ、45年前なんですね。はい、すごいやな。え、本当に？ええ、僕がまだ5歳です。あ、私生まれる前、ちょっとギリギリセーフでちょっと嬉しい気分になった今。たったそれだけで。はい、本当ですか？はい、そうなんですね。お父様が。はい、ある一つで豚を買うことになった。まあ、そこにはちょっといろいろ至るにはあって あったんやけど、まあ、うちのおふくろがちょっと病気になって田舎で療養した方がいいとか。ああ、そういうこともいろいろあったんですね。で、よっしゃ豚を買う。豚買う。まずどのくらいから始めたって。6頭です。6頭から始めた。6頭です。え、それは豚の知識とかあってやり始めたのかな。まあ、豚の知識は多少あったんですが、6頭とあと借金が63万円、うん、当時、45年前、45年前。あ、6頭と63万円、はい、それから始めたということで。 でもね聞いてみると一番多かった時で、はい、豚の数が。そうですね、うちのその先代の社長が一生懸命贈答で増やしてて、最終的に全体で2800頭、ボトン数にして280頭ぐらいにまでは行ってました。すごいですよね。そうですね、すごいですね。それはすごいんです。いや、数が多かったらっていうことないんですけど、でも今はいろんなこと考えて、そうですね、まあ、僕がそのまあ、いろいろ携わるようになってからですね、やっぱり環境と そのバランスが取りづらいっていうのもあって、多すぎて多いとやっぱりそのね、匂いとかいろいろありますでしょ。あんまり匂わない方がいいんで。そりゃね、そうですよね。まあ、その山の中にいつも獣はいるわけで、ある一定の数っていうのはその許される頭数っていうのがあるわけですよ。で、今はまあ大きいのもちっちゃいのも含めて1000頭ちょっとぐらい。そうなんですね。その環境のことも考えてって、はい、それはもうなんか育てたら育てただけやるんじゃなくて、はい、ちゃんと環境のこともこう考えて。そうですね、その方が楽なんですよ。あ、そうなんですね、はい、いろいろでも考えられたっていうことで、まあ、1000前後そうですねぐらいっていうことですよね、はい、でもすごい岩清水豚、紀州岩清水豚っていうんですけど、皆さん食べたことありますかね。本当に美味しいです。本当にちょっとね、一回味見してみるもらうと、味をね、味わっていただくとね、やめれないと思いますよ。その味噛みしめるとやめれないぐらい大好きなんです。今日はこれを言いたい私はっていうことなんですけど、すごいこだわっとるって聞いたんですけど、はい、まずどんなことにこだわってるか。そうですね、まあ基本的にはその、まあ、薬品等その化学物質とかそういうの全然使わずに、酵素とか乳酸菌とか、そういうものを使って、いろいろ人間でも話題になってますよね、酵素とか乳酸菌でしたら。そういう体の中からこう病気にならないようにして。素晴らしい。で、あとそのとにかく豚は一応その草食動物なので、雑食じゃないので、穀物、とにかく穀物にこだわって飼料を与えています。そうなんですね、はい、その資料はちょっとお聞きするところによると、はい、結構味見をして。そうですね、まあ、お好み焼きにして食べるというわけじゃないですけど、ね、けど、はい、ちょっと自分でも、はい、それはもう当然ですね。はあ、すごいですよね。動物の餌って
食べれるもんやないとあかんですもんね。うん、まあドッグフードは食べないですけど、ね、そうですよね。それは自分で美味しいと思うものを与えている。そうです。まあ、基本的にそのトウモロコシと、はあ、で、麦とで、大豆、はあ、これがもうほとんどうちとこの飼料の人間にも抜群にいいですよね。そうですね。そのままこう粉にしてね、はい、お好み焼きにしますね、はい、できます。本当ですね。多分美味しいですよね。地震とかでこう被害あったらみんなにそれありですね、もう俺が粉に引くからみんなお好み焼き食べに来てよって言ってるんですけどね。あ、本当ですね、もうちょっともう地震とかあって何かあった時にはもううちで食べれるものいっぱいあるからっていうものを、豚も含めてね、豚も含めてでも食べれる、はい、食べれる人間でも美味しく食べれるものを豚にもちゃんと与えているということで、はいはい、もう確かですよね、はい、す安心安全っていうことですよね。でもちろん水は、そうです、いわし水です ね、はい、ですよね。いわし水って本当にね、もう昔から培ってきたこの地球の、そうですね、まあ、ずいぶん昔に入った水がその山の中とかこう染みて通ってきて、うんうん、出てきた水なんだと思うんですけど、はい、それが抜群にいいだと思いますね。うちのその僕が中学校の時にうちの親父が豚にその岩清水やんなきゃダメだってんで、山の中をの何キロも何キロもそのホースを引っ張って、そこから水を引っ張ってですね。本当ですか。もう僕はその時本当死んじゃうかと思うぐらいしんどかったです。あのね、それちょっと話ちょっと脱線してていいですか、はいはい、そのお父さんなんですけど、はい、その豚舎っていうんですか、はい、豚舎をあそこにしようある日突然、はいはいはい、山の上の方を指す、そうです、それをずっと開拓されたんですよ。開拓っていうのは、うちのお父さんがまあほとんど、僕もまだ小学生ですから、はい、まあうちのお父さんですけども、なんていうか、そういう勝負ところっていうかね、はい、こうやっていうのがそのすごいしっかりした人なんですよ。そこのタイミングを見極めがすごい、まあ、勝負師ですね。ある日突然あそこにしようっていう、ちょっと小高いところに行って、そうそう、山の上とか行ったんですね。行ったんです。そこを小さい頃からなんか木切ったりとか土を起こしたりとかして、はいはい、今に至る。そうですね、まあ、小学校の時はダンプカー乗ってね、ショベルでこう土積んで土積んで、あっち持ってき、こっち持ってき、開拓した。そうですね。そこに今立っている豚舎が写真で見てもらえると思うんですけど、これすごいですね、山の中に。うん、ね、この山なんかこう道とか全然ないとこ、これ作りましたからね。それを本当にね、なんかで読んだ、そのなんか昔の人ね、昔すごい人とした何かを開いた人みたいな話ですよね。開拓師ですね、これは、ね、本当ですよね。道もないようなとこ、あそこにしよう、豚舎はあそこにしようって目指すところがあって、道もないのに道まで作り、豚舎を建て、小学校の時から土を運ぶ、木を切りみたいな、はいはい、ことをして今に至る、はい、今に至ってますね。ここにほいで多い時はいっぱいいたし、そうですね、今はこう環境のいいところでご飯も美味しいもの、人間が食べれるものを食べさせながら、水もやっぱり本当にすごいいいですよね、この環境の中でいい水を与えて、ね、でお父さんおいで、あそこにしようって言うて、水をいいもの飲まさなあかんって、はい、挙句の果てにホース持って山の中行っちゃったっていう、面白いお父さんですよね。いや、もうまあ、僕的にはうちのお父さんっていうのはもうやっぱなんかさすらいのギャンブラーみたいな感じですけどね。すごい、でも的確に当ててますよね、ギャンブルは。当てるとこは当ててますよ、はい、ねすごいですね。お父さんにも一度お会いしたいぐらい、ぜひ会ってやってください、ね、喜びますんで。お父さんにも一度お会いしたいなと。ここへ来てくれるかなと、ね、来るでしょ。その今度は豚の話じゃなくて開拓の話、開拓がいいんじゃないですかね、みたいな感じで来てもらって面白いですね、ということでね、番外編みたいな感じで、でもこんな感じでこだわっているイワシ紀州、はい、イワシ水豚っていうことでね、はい、もっと他にもこだわっとることあるんですね、やっぱり。そうですね、まあいろいろとこだわってますけど、どこら辺の部分ですか、ね、なんと、あ、雑菌をつけないために。あ、そうですね、はい、結局その、うんうん、そういうふうな抗生物質とかを使わずに、うんうん、やってるうちにね、うん、そのよそから持ち込んだ病原菌っていうのにが来ると、一旦そのかかる間に豚弱っちゃうんですよ。そうですね、自分の体の中からの力で抵抗はするんですけど、うんうんうん、だからもうそのよそからとにかく雑菌持ち込まない、はいはいはい、僕例えば今日ね、お会いしてますけど、はい、こういう時はもうお家に帰ってお風呂入って、うん、で服も着替えて、うんうんうん、でまた農場行くんやったら、もうそこでこの防護服みたいなの着て、それから出ないと豚舎に入れない。すごいですよね、
私ちょっと遊びに来たで見せてって言うたらもう絶対ダメですね、うん、あんたみたいなさっきねいっぱいつけてきた どこ歩いてきたかもわからんしね。この農場のね、はい、中へ入るどころかこの下の道のここのところでシャットアウトなんですよ。そういう方はね、そういう方はこういう方はもうね農場入るうーっと下のふもとのとこでシャットアウト、はい、シャットアウト、はい、もうあんたダメ、顔パスの反対やね、もう顔見たらあいダメみたいな、ちょすいませんここですいませんここでみたいなことになっているそうです。で見学もし一般の人を見学させることはほとんどない。いやもうこの20年間ただの一度もないですよ。すごい、本当ですか。そうですね。わあ、ほしたら写真で見る限りしか見れやんもんで、ちょっとチロッと豚ちゃん見せてもらおうかなっていうことで多分写真が出ると思うんですけども、これ見とったらね食べれなくなるね。いやそこはなんとか食べてください。でもね本当に今清水豚なんというかね、顔のね噛んだ時の甘みが最高。 あれはね、うん、やっぱりその僕の好みなんですよ、うんうん、基本的に、うん、その岩清水豚っていうのをその品種改良とかで作るときに、うんうん、まあ94、5年ぐらいの話やと思うんですけど、うんうん、1900、うんうん、僕はあのとにかく豚の焼肉が大好物で、はあはあはあ、もう毎日雨の日も晴れの日も、うんうん、もうあのお庭で豚を七輪で焼肉して最高やね、はいはい、でもちょっとでも美味しいものにならないかなって。それ研究しながら研究ですかね、まあ、趣味と実践教科食べてただけで食べてただけあでもまさに今日は本当に美味しい豚肉食べたきってくる、ね、食べたきってくるんですよ。雨の日も風の日も食べて今でも大好きですよ。あ、本当に、ね、大好きって言われて本当に私も好きなんです。負けたくない負けたくないくらい好きですけど、あ、そうなんです。通販でも買えるっていうことでね。そうですね、はい、はい、通販サイトでも見ていただきたいなっていうこと で、もう今は、はい、岩清水豚って入れたら出てくる。そうですね、紀州岩清水豚って入れてもらえばもう間違いないですけど、紀州岩清水とか岩清水豚とか入れていただいたら、はい、もう間違いなく出てくる、通販でも出てくるということで、ね、もう間違いなく出ます。ちょっとねこの岩清水豚っていう名前の由来も面白かったんでちょっと聞いていいですか。はい、これね岩清水豚名前を付けられたのはうちの社長です、はい、お父さんです。何年前に、あれは、うん、1986年の話だと思いますね。1986年って言ったらいいな、32、3年やね、34年ぐらい経つよね、まあ、あの当時ね非常にその一時その、うんうんうん、高度経済成長がこう通り過ぎた来た後で、うんうんうん、で昭和60年代に入ってですね、うん、あのちょっと景気が悪かったんですね。時代なんですね。でうちの豚もまあちょっとあのその当時質を落としてたということもあって、うんうん、あの売れ行きが悪かった、うん、でうちのお父さんはそうや名前つけたらええやんって思ったんですね。そうす、ギャンブラーは、うちのギャンブラーは、まあ、あの名前つければ売れると、はいはいはい、で岩清水豚とつけたんですね、当時そんな人おらんだん違います？当時豚肉っていうのはどこまで行っても豚肉で今みたいに南元豚とかそういうのなくて、豚肉は豚肉って売られてるだけやったんで、うんうんうん、そこに岩清水豚っていう名前をぶち込もうとしたんですが、うん、結局誰にもその浸透しない、でも原点がそこにある、その30何年前にあるっていうことで、で新たにこの現代になって通販がこう、はいはい、浸透って言ったら通販の走りですね、はい、その頃にちょっと名前を、はい、そうですね、もう一遍日本であの一番最初に豚肉、うん、あの新あの生の豚肉を通販したのはうちなんですよ。あ、すごい、そうなんですね、その時に名前を、そうですね、あの94年ぐらいからその、うんうんうん、まあ、正確に言うとその91年ぐらいからそういうのに取り組みかけて、うんうん、僕がその食べて納得できる豚ができたんが多分94年ぐらいやと思うんですよ。あ、うん、でこれこんなにうまいのになんでその世間で売れねえかなとか思ってたら、うんうんうん、だから友達にちょっと来て焼肉俺と一緒に昼食えよとか言われて、その子は今はまあインターネットとか の、うん、あのツイッターとかああいうところではあの仕事をされてるいた方なんですけど、その子がこんなうまい豚食ったことないから、うんうんうん、これ ぜひとも世界に売る、世界じゃ日本に売るべきだよと、今も世界に、はいはいはい、で売るべきだよって言って、
でその子がその自分のつてつてで、うんうん、いろんな人に声かけてくれて、で、通販の運びになったのが96年です。あ、その時に、はい、その時にこの機種をつけた。そう、それでその子が、うん、まあ名前岩清水豚ではちょっとダメなんで、うん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 、もっとそのいい名前を、うん、インパクトな つけてくださいって言われて、うんうん、で僕もいろいろ考えたんですけど、うんうんうん、まあ本当はその自分もっとこう小さい自分とこの片川っていうのが僕の地名なんですけど、うん、それをこの全国に発信したいっていう気持ちはあったんですけど、うん、やっぱりせけども知名度に頼るとしたらやっぱり紀州かな。ですよね本当に、夢は大きくじゃないですけど、こうね、それの方が浸透しやすかったんかな、うん、でまあそれもあるし、うん、やっぱり紀州って名前しよってもつけても恥ずかしないもんで、ずっとありあらなかんちゅう自分への重しですかね。それもいいですね、はい、今は紀州岩清水豚という正式名称、はい、で西浦ファームさん、はい、カントリーファーム西浦と申します。はい、そんな感じでこういうね、こういうのもあるんですよ。すごく可愛いですよねこれはね結構もう前からこれは使っている感じ。これは96年に僕の友達の漫画家さんがね、肉6キロと交換で書いてくださったものなんですそうなんですよ、だけどこれは抜群可愛くて好きです、はい、で紀州岩清水豚っていうことでね、はい、カントリーファーム西浦さんということで、あのね、もう本当に抜群、このね、噛んだ時の甘み、もういい、もうしつこい、もう本当に美味しいです。もう今日はできるの楽しみにしとったぐらい私は大ファンなんやけど、それね、一度皆さん食べてみてほしいなと本当に思うんです。なんとこのね、スタジオ UTV で他にもやっているスタジ、はい、ハッピーデリレシピっていう料理番組あるんですね。そのね、星川かな子先生大ファン、大ファンなんです。星川先生ありがとうございます。星川先生いつもね、ことあるごとにこの豚肉を紀州岩清水豚を使っていますちょっと嬉しいですね。ほいでまた美味しい料理を美味しく作ってくれる、美味しい料理を美味しく作ってくれる、美味しい料理、美味しい豚で美味しい料理を作ってくれるっていうのでね、4月にはね、なんと、はい、スペアリブで料理を、スペアリブ、はい、確か先ほど納品しましたね。あ、そうなんですね。お腹なってくるね。見るだけでも見たい。中華食べたいっす。本当にね、星川先生も大ファンということでね、このもう UTV 自体は本当にね、もうこれ紀州岩清水豚カントリーファームさん、カントリー西浦さん、カントリーファーム西浦さん、はい、もうお世話になりっぱなしなんですけど、本当に美味しいので、ぜひね、皆さん食べてほしいなと思います。ぜひね、インターネットとかでね、もう調べてもうたら分かるし、カントリーファーム西浦さんにもホームページはある。そうですね、うん、はい、ありますし、そこでいろいろ豚のことも、はい、ね、見れます、見ていただけると思いますし、ぜひね、取り寄せて食べていただく価値ありなのでね、ぜひ食べてほしいですね。僕が食べて美味しいと思ってますんで。そうですね、僕は飼料も食べてますってことで、それも美味しくて、できたお肉も本当に美味しいんですってことでね、もう抜群ですよね、はい、毎日食べ続けた結果、本当に美味しいものができたっていうことで、そうですね、はい、はい、そうですよね。このね、本当に紀州岩清水豚、皆さん気になりますよね。ぜひね、手に取ってお家に取り寄せて食べていただきたいな。でこの東紀州に来ていただくと、はい、いろいろ食べれるとこもありますので、ね、そうですね、ぜひね、探して食べていただきたいと思いますね。ありがとうございます。一度食べたらやめれなくなると思うので、ぜひ皆さん来てほしいと思います。よろしくお願いします。そんなことで、もっと話聞きたいんですけど、はい、もう残念ながらお時間となってきます。もうまたぜひ来てください。ありがとうございます。お父さんにもお会いしたいので、はい、ぜひギャンブラー、ギャンブラー、トラちゃんです。トラちゃん。ということで、そんなことで、今日はどうもありがとうございました。はい、楽しい話ありがとうございました。皆さん、豚食べてね。どうもよろしくお願いします。はい、ということで、今週もそろそろ時間となりました。さあ、いよいよ来週末はですね、第8回春季全日本小学生女子ソフトボール大会が、ここ紀北町を中心に開催されます。来週末はぜひね、各会場にお出かけいただくとともに、このスタジオ UTV での生中継もね、お楽しみいただきたいなと思います。
はい、なおね、第8回春季全日本小学生女子ソフトボール大会生中継に伴い、27日金曜日から30日月曜日の間の通常放送は変更させていただきたいと思います。詳しくはね、ホームページのお知らせでね、ご覧くださいね。はい、ではまた次回お会いしましょう。見てねー。